様、今行きます。絶え間なく焚き上げし、我が伸びの灯し火、盛るもなく沈むもなく、これを投げかずしてなんとする。我寝床に叱る少女の世を欲するなり、峠貴様がその先駆けとならん。せんとし、たくさん咲いてるもの摘んでいいよね。ダメよ、ダメダメ、ああダメなの。この鳥、そう違うのね。死により生くるにあらず。兄様、その人に殺されてはダメ。
一度死んだドブネズミ、ボロ切れとなった命にすがり、うつし世の何に未練を持ったか、今となっては知る由もなし。兄様、一大義よ、万物ことほぐ世の産声を聞き、人の身でありながら真っ先に馳せ参ずるとは、褒めて使おわす。来い。何の真似だ。これが一の生きる意味。兄様を深い場所まで連れていくの。もう戻れないくらい深く。え？兄様。え？まあ、よいわ。死ね。生まれてきた兄様にあげる。これは氷歌。小さい頃に覚えた歌。ロドンナザルゴという。世は魔王。生まれいずるその時より魔の魂なり。この声色は一切耳にしたこととです。来たれ、すごい夢を見よう。眠りの木も混ざろうぞ。皮膚に言うなや、ここよたる。生と死に価値はあるか。考える時は与えねえ。なぜなら命に意味などなし。懐かしい気配。地の兄様。覚えている。いつに羽をくれたこと。その羽も今はむしろ逆立つか。全部青空に飛んでいったわ。ふわ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 。羽は心さん、空に放すたびに減っていたのね。もとより貴様は世の人形、生まれただけでもよしと思い、するやゆえに。うちも兄様も手を届けないのよ。あとは泣いて眠るだけ。来たれ、すごい夢を見よう。おいで兄様。うちの胸でまるで初めての涙を流して。
の影へと押し込めるか。愚き者の子らよ。人外のヤクルに暗殺をしてまかなわん。欲するところを授ける。与党の生殺の場合に天に感謝いたそうぞ。行きましょう、一緒に遠くへ。